今ねどこにいるかっていうと、宮崎県の高千穂にいます。高千穂のところ武道館の横にあるグレートフルホテルグレートフル高千穂にいます。これから高千穂の、中心街ですね、行って飲もうかなと思ってます。あの天孫降臨って焼酎あると思うんで、ここの地酒ですので、ちょっと飲んでみたいなと思って今から行ってきます。町としてはそんな人口多くないんだけど、まあ、一応観光客来るんでね、それなりに少し店があります。はい、なんでホテルから少しだけ離れるから一応歩ける距離というで、こっちがですね警察署がそこにあるんだよね。高千穂の警察署があって、今夜7時ぐらい、7時5分です。でちょっと今から行ってきます。まあこの時期もう6月になるぐらいの時だけど、やっぱでも西に位置してるからやっぱり日が沈むのが遅いですね、東の東京とかで。神々の里ってね出てますけど、神々天孫降臨の地ですからね、高島はね。いいですね。あれバスか。あすごいよね。見てください、今日まあ雨午前ずっと降ったけど、午後になってやんだんだけど、まあ雲がかかってる、こういう感じで綺麗ですね。雲海が見れる時期なんかだと、あれだけど、結構下の方が。ちょっと残念ながら雨だけど、まあ今日午後からね、神社行ったりしたんだけど、明日もちょっといろいろと高千穂峡とかね、行きますけど、まあ雨が止んでくれると願います。まあ雰囲気すごくいいですね。高千穂のこの神々しい雰囲気が出てて、山々に囲まれてっていうね、いい感じです。この通りが結構お店がある感じですね。はい、こっち側にかけてね、なんかいい感じですね、ここの辺の景色とね。居酒屋無我夢中とあります。でこちらの地酒ね、本格の芋焼酎ですね、天孫降臨です。あと居酒屋無我夢中ということで、ここも結構評価高い、いいですね。高千穂豆腐の揚げ出しとか、高千穂ハンバーグ馬刺し、2階か。で高千穂の駅が、まあ、役場がねここを左に行ったとこですね、あります。なんでまあここら辺に一応商店街になってて、あそこも居酒屋だね。でこういう感じでね見てていいっすね。こっちがいいか、こっちが駅ですね。で役場が そこかな。高橋書店か、結構昔な感じだね。あとこっちは宮崎銀行、メガネ屋さん、眼科近いか。で向こうもなんかお店があります。いや結構落ち着いてますね、うん、雰囲気がいいですね。なんかのんびりとこう散策が気持ちがいいですね。でこれが床屋さんか、薬の対応の薬局、ギフトショップ。町の人口にしては結構やっぱりいろいろとお店があるなって感じがします。まあ観光客も来ますからね。で宮崎太陽銀行、これはパチンコ潰れちゃったやつか。俺もなんか年金入ったビルだな。でここバス停かな。でこれが喫茶スナックリバース、スナックユートピア、
で、これは宮崎交通のバスか。高千穂延岡かな、延岡からか。明日延び上げるんですけどね。ここが一応バスとか、バス乗り場、タクシー。で、なんかすごいね、風情がありますね。軽食&バーブルームーンか。で、こっちはスナック。ここのビルはスナックがあるね。1階2階結構晴れになんねえかな。で、夜ですね、慣れてます。ここから50分まで武田とかね、あの熊本で高森とか行けますね。熊本がこれ左か、スナックかも。これ旅館今国ね。ここは本当中心ですね。はい。あと竹寿司、そこもちょっと食べようかと思ったんで、結局ラーメン居酒屋にしました。My friend、 いいとも。ラウンジ、レン。すっかり暗くなってきましたね。こんな感じです。さすが天孫氷の地ですね。菊の御紋です。